<laughs> やばい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 ,やばいやば。うーん、これマジでやばいよな、ここ。うーん、かっこいい。<music> はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでアニメ見ていこうかなというふうに思います。楽しめたらね。はい。今回見ていくのは東京クール第11話見ていこうと思います。 はい。というわけで、長らく続いた俺が見たいんじゃいシリーズ東京グールですが、第1期ももうラスト、えー、残すとこ2話ということで、ラス、最終話一歩手前ですね。はい。見ていこうと思います。いやーもう本当にね、楽しんで見ていけるかどうかは怪しいですよ。本当に、ヤモリという存在がいる限り僕はただただ苦しむんじゃないかと思ってしまう。もうね、あの描写マジで辛いからな本当に。どうなるかだ本当にマジで。はぁ、あ。これから、本当に。 ちょっと覚悟しながら見ていこうかなというふうに思います。それでは見ていきましょう。東京グール第1話、よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ、新しい雰囲気もらったのか、モンは。さあ、コンビのグール。わお ツインブレードうん教えてよその仕組みを僕の中に誰がいるの 壊れた、壊れた、俺が壊れるわ。いやー、やばいな。こっからか。ここだな。ここが一番きついんだよな、多分。ここか。この次の冒頭あたりが一番きついんすよね。本当にどうするかってとこっすよ。ドゥグテッチテテンンテンテテンンテン。 いや金引く。壊せる、壊せない、震える、狂えない、あなたを見つけて。揺れて歪んだ世界にだんだん僕は透き通って見えなくなって。見つけないで、僕のことを見つけないで。 中に、中で、ないよ僕の言葉。ええー、特許クール制作委員会。というわけでね、月山が出てくる。はい。高まるね。強いもんね。 月山ははは。<laughs> いいと言わせると。自分食ったのははは、<laughs> 気持ち悪い。やばいやつだな。おそうしよう、そうしよう,う,しよう。 多分、ゆっくり味わいたいタイプだから大丈夫だと思う。なんか、隙を見て食うなんてことはしないよ。<laughs> ああ、紛れるというわけね。なんかね、聞く、ー、やだーこっからだうわ指が真っ暗になってる。 もうこの部屋やなんだよたたらえうえ リゼの代わりにこうしてやるっていうことだよな。うわぁ、もう何度もあがいた跡がある。RC 抑制液。うん。えっ反撃できないうえ、マジか うん、えちょややださ <laughs> ああはははもうやだもう死んでくれ <laughs> おっあのクイーン系か オーケオーケー遺ーー品か。なんだお待ってたのかさあ。死を覚悟すると分かっていても、行くわけよな。警察組織の一部隊なのかな ?CCC っていうのは。お 革命だもんな、言っちゃうと、グールによる。怖くてしょうがないぜ、人間側は。<noise> おー、ヒデは何やって大丈夫かうわー もうきつすぎるて <laughs> 耐えられないよな。 優しい男だか、ね、金木。血だらけだよ。人食わないでってか、大丈夫なのずっと泣いてるよ。狂っちゃうぜ、気が。 あ、俺の気が来るほんとにいや、運命の時を待っているアンティーク。あ、うたさんも心強い。 細いな一回捕まってんのか大森八雲もクリや。 受け継いじゃってるわけよなあ,あそうなんだ覚醒したああ ああ、そんな人じゃなかったのもともと。なるほど。タタラさん。タタラさんがリーダーなのか。綾人じゃなくて。 ノロうわっ出た <laughs> もうやー <laughs> こいつ嫌いや、ほんまにもう <laughs>。わお、銃を持ってる。グールも銃を持つのか。あ、そうか。CC シのシあれだもんな。選挙したんだもんな。銃くらいあるか。<laughs> おう。 おー隠れてるね。膠着状態ってやつだ。未だにスーツなんだ。月山は。ああ、もう足とかが、ボロボロだ。暴れてずっと皮がめくれてる。お、信号だ。始まったおーわあ、カグネで守ってるんだ。っていうか、銃弾効かないんじゃないの効く銃弾を使ってるの ああ、なるほど。アンシスコープ。おまるでさん前に出てるおあすげえなお出たこのシーンまるでさんのパイク。 お借りしまーす, <laughs> すー<げ>ー。すげえ。ははははは。やばい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 。<laughs> おー、医者が。うー、これマジでやばいよな、ここ。うー。 かっこいい強すぎははは、<laughs> 愛車が !200 万ぐらいしそうだよな相当いい給料もらってるだろうしなさあ、侵入していくぞ、と。鳩に接触しないように金木に接触しなきゃいけないよね。おお 目をさあ入っていくエメリオおーおひキこ相棒だっけマドさんのマドさんじゃねえやアリマ特等おお強い やっぱやっぱりすごいよな。作画とか演出力はめちゃめちゃ高いから、やっぱり。どこ切り取っても絵力はあるよね。映画見てるみたいだもん。この緊迫感とかね。あの、さっきの鈴や重造が暴れてるとことか。アクションシーン見てるみたいだった、本当に。映画の。ははは。OK, OK。一人で突っ走ってるのか。 そこにいるのかなとああ血の跡を含んだひどすぎるよこんなのああこれもう嫌なやつだいつなんだって。 ヤモリ何笑ってるあー強いなぁ。アンティークはやっぱり小粒だけど全員強いんだな、めちゃめちゃ。<laughs> おー。んラビット ああ仇を取りに来てる。え一切聞いてないけど。あうわあ握られたうわこれ、あれか血を絞ったのええー、何それ何そのコート 回転してる。うわお強い、いあやともブレードを回転させてるよね。キョキョキョキいりみさん。ああ 管理してるのかこう、戦況を。<laughs> おおああ、なるほど。制圧されちゃうってことね。イリビさんああ、やばいな。区域が強いんだな。火力が。 うわあ。そうね。やばいな身体能力がー。あ、あれか。アバンの敵だ。双子のグール。双子だっけえ、生徒瓶兄弟。兄弟か。 おう、たさん。おう、3対1。最高戦力3人だよな。おーあ熱いつベーゼ。ベーゼってなんだっけあれ、口づけとかじゃなかったっけ うおー、コンビネーション。いやー、やばいな、動きが。やるしかないんだ。いかにしてマズさん、教えてくれ。 うんおお早い一番合わせ狡猾である頭よく戦え。 それが心情だったんだろうな。くら。んお,おっ外した。 受け、言われてたんだ。おお。うわ来た二刀流。 わーお、出たな。あ、あ、あやとか、あら、錦。うー 兄弟対決指定対決って言ったほうがいいのかな死んじゃったやつら おー空気があもおーおー来たかせきが 赤岩の袋赤岩の袋と赤岩の王って違うの言い回しがやば すだよな。かぐねが。さあ、そして金木だ。ああ、真っ白になっちゃった。おー、黒金木とはもう別れやな。ふー、なんかいろいろと詰め込まれたからだったら、マジでやばいわ。 いやーもうマジで辛いな。あの、ムカデがもう本当に嫌なの。本当にあれ、これを見て以来、ムカデが本当に嫌いになったよね。ムカデ好きになるやついないだろ、これ見て。ムカデ好きって言ってる人に本当に東京グールを見せたいよ、本当に。ははは。あれこんなカットあったっけエンディングちょっと変わった見てなかっただけかもしれないね。 あれでもここだってさ、リゼと、あれじゃなかったっけ月山じゃなかったっけこれあれは、アキラか聖者たち。 サイジャタッチうわ、おまけあるわ。サイジャタッチさあ、バイクまるでさんだ。<laughs> でも、ぶっ壊されちゃった。<laughs> 思い出が。ははは、もう。 お釈迦になってしまった。思い出のバイクが。<laughs> かわいそうす。重曹は笑っておられる。わお。このシーンの迫力やばいよね。このシーンはよく見たわ。なんか YouTube とかに上がってたやつ。 はい。というわけで、見終わったわけなんですけど、いやー、やばいなー。やっぱりこれはえぐーい話でもある中で。まあ、ちょっとね、やっぱり戦闘シーンがかなり増えたから、結構爽快なシーンっていうかっこいいシーンっていうのはいっぱいあったわけなんだけど、やっぱりなんか本質的に金木がまだ助かってないし、どう助かったらいいかわからないっていう状態で、もう金木は完全に髪の毛真っ白になるぐらい。なんか極端なストレスを与えられると人間って髪真っ白になっちゃうらしいですね。マリー・アントワネットとかも死刑直前に髪真っ白になっちゃったっていうくらい。 うんいやそんぐらいまでずっと痛めつけられてるってわけですよ何日間なんだろうねでも突入までうんどんぐらいかかったんだろうどんぐらい金木はもう多分寝る間もなくほぼずっとこういたぶられ続けてきたわけなんだけどもう耐えられないよな自分に置き換えたら。 多分、舌を噛み切って死ぬことすらも、多分、グールの体が許さない。拷問するときだけ、RC、なんとか,かんとか役をこう、打ち込まれるわけだから。あどうにもできないっていうわけではあるな。でもでも、ただただ弱くなるのか。だから、舌を噛み切っても、でも、グールの再生力とかは残るのか。だから、生きてしまうわけなんだよな。死のうと思っても死ねないっていうのはずっと続くわけだ。 で、ヤモリも自分がそれをやられてきて、それが苦しかったことを覚えている。だからこそ相手の苦しむ姿を見るのが楽しいって思うようになったり、やっぱり自分でそれをやるのがどれだけ楽しいことかっていうことに気づいた。もう一つ人格を作ってしまったってわけなんだよな。だから、うん、おとなしい人格と激しい人格っていうものがあるんだろうなとは思うものだですよ。 いや、でもあれは良くないわ。マジできついなぁ、本当に。あー、まだ次回も続くのかなっていう。あの夫婦なんか嫌な予感しかしないんだけど。俺まだ覚えてないんだけど。あれ、あの夫婦なんかやばい。あー、なんか嫌な予感しなかったかないやー、マジで。あー、どうなるんだろう。夫婦だっけあの男の人と女の人。いやー、マジで。嫌だなぁ。本当に助けてくれ。本当に助けてくれ。あー、もうでも、あと1話。 あと1話、あと1話耐えて、ルート A に入っていけばいいわけだから。ああ、ちょっとこの辛いシーンは、あと1話頑張って、金木の思いに寄り添いながら見ていこうかなというふうに思っております。いやーでもやっぱりいいね、こう戦闘シーンはかっこいいね。うーん、何度も言ってるけど、このシーンっていうか、このアニメは、本当にね、作画力とかもすごい高いし、演出力っていうのもすごい高いから、本当にね、サムネにするのどこにしようかなって迷うくらい、絵力がめちゃめちゃ強いわけなんですよね。 うーん、いやー、めちゃめちゃいいな。でもやっぱりなんか本当に辛い絵見たくないなって思うけど、見たら見たでやっぱり面白いなって思っちゃうんだよ、東京グール。いやー。で、次の話見たくないってなっちゃうの。<laughs> 見たら見たで楽しいみたいな。うーん。いやー、でもやばいな、本当に。うーん。いや、いいんじゃないでしょうか。この戦闘シーンとかめちゃめちゃかっこよかったしね。これからもまた次もね、またなんか拷問を見せられて辛いんだろうけど、見ていこうかなというふうに思います。だって俺はこの先のだって、リーまで見たいんだもん。 勉強しなきゃいけない。本当にいきなりリー見てもねえっていうところがあるからね。はい、そんな感じで見ていこうと思います。はい、というわけで以上、東京グルール第11話でした。バイバイ